はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。はい、今回はレクサス NX350、 こちらの当店のオリジナル商品、車種別カット済みプロテクションフィルムを紹介します。はい、ということで今回はレクサス NX350 なんですが、今ご覧になっていただいた通り、外見もですね、赤いラインが入っているなどしてカスタムしてあるんですが、こういった車種別のカット済みシートをレクサス NX 用でラインナップをしているんですが、今回たくさんですねアイテムを開発しました。その中で今回は当店でも人気商品になります、傷防止に特化したカット済みプロテクションフィルムになります。はい、こちらがですね、実際のカット済みのプロテクションフィルム、これはこの NX350 のヘッドライトのプロテクションフィルムになります。運転席側ですので、はい、このようにですね、形状がお分かりかと思います。こういったようにこの傷防止に特化したプロテクションフィルム、本来はボンネットですとかバンパーですとかフェンダーですとか、こういったところに大きく施工するシートになっています。ペイントプロテクションフィルムと呼ばれるものなんですが、この場合の施工はですね、車を預ける必要がありますし、工期日数もかかって費用もかかります。これをですね、もう少し傷がつきやすいところですとか、どうしても保護しておきたいようなヘッドライトとか、そういった箇所、こういったところに重点を置いて、その部分をカットした、カット済みにした商品が当店のこのカット済みプロテクションフィルムになっています。プロテクションフィルムの大きな特徴は、表面についた傷が熱によって修復する機能を持っております。通常の塗装面ですと、表面に傷がついてしまうと磨いたりなどして回復させるんですが、このプロテクションフィルムはそういった手間がなく、熱を与えることによって自動的に回復してくれます。ですので、ヒートガンで炙ったりですとか、あとは真夏炎天下の暑い時などはフィルムの特性上でその傷が消えてくれます。それから紫外線などによる素材の劣化も防いでくれるのも特徴です。あとはこのフィルム自体がですね、超撥水、非常に撥水に富んだフィルムになっていますので、水をよく弾いてくれます。水を弾いてくれるということは、汚れもつきにくい、汚れがつきにくいということは劣化もしにくくなりますので、特にこのヘッドライトの上、よく劣化しやすくなって黄変、黄ばんできたりするんですけれども、そういった状態からも防いでくれます。さあ、そういったこのカット済みのプロテクションフィルム、このレクサス NX350 用の商品を一つずつ紹介していきます。ただ実際に貼ってしまうと透明タイプになりますので、わからなくなってしまいます。ですので、先ほどお見せしたこの状態、この状態で商品を紹介します。そして一部リアバンパーの傷防止プロテクションフィルムで実際に施工して、どんなものなのかというのをご覧になっていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず最初に紹介しましたヘッドライトプロテクションフィルムがこちらになるんですが、はい、このようなイメージで施工します。このヘッドライトを全体的に保護するようになります。ヘッドライト自体はこういった 3D 形状になっていますが、こちらに合うように展開した2次元のこのシートになります。実際にですね、これを張り込みすると、ここにきれいに張り込みすることができます。透明タイプはもう張り込んでしまえば、見た目はそのままもうわからない状態になります。そしてこのヘッドライトプロテクションフィルムに関しましては、色が選択できます。他のリアバンパーの傷防止ですとか、そういったところは全て透明タイプのみになっているんですが、このヘッドライトプロテクションフィルムのみこのクリアタイプ、それからイエロー、そしてライトスモークと選べるようになっています。はい、こういった複雑な形状になりますので、実際の張り込みの仕方、こちらをですね、アクアチャンネルとは別のサブチャンネルに公開していますので、そちらの動画の URL は動画の説明文の概要欄に記載しておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、続いても社外の商品になりますが、このピラーのプロテクションフィルムになります。まあ、こちらが実際の商品一部持ってますが、こういった形でピラーの形状に合わせて張り込みすることができます。ここはですね、傷もつきやすい場所になりますので、こちらで保護しておくと安心です。はい、そしてこのピラーはこの B ピラーの他に、この先端から商品はラインナップしています。この三角形の部分、小さな部分からこのドアミラーの根元のこの部分、そして B ピラー、さらにはこのリアドアガラスの
この三角形の部分とこのブラックの部分ですね、これらを全部プロテクトできるこのカット済みのプロテクションフィルムになっています。はい、続いてはこちらになります。ドアハンドル傷防止プロテクションフィルム、こちらはですね、この中ですね、どうしても注意していても細かい傷が入ってしまいますが、そちらを保護できるシートになっています。このような形で施工します。もちろん透明タイプのプロテクションフィルムですので、貼った後はですね、見た目はもうこの状態になりますので、こういったところに何か貼ってある感が嫌だなという方にはおすすめのアイテムになります。はい、それからですね、このテールランプのこの上の部分、黒くなっている部分になるんですが、この全体的に保護できるプロテクションフィルムがこちらになります。こちらは3パーツあります。まずこの右側、運転席側のテールレンズの上、これ実際に剥離紙がついているので今この状態ですが、はい、こういったイメージで、はい、それからこのリアハッチ側のこの長い部分にも施工できるようにカット済みになっています。こういった形でこの部分全体を保護できるこのプロテクションフィルムなんですが、どうしてもこの黒い部分ですね、近年の車こういうふうにテールランプが張り出していて、ここをつやりの黒の処理をしている車が多いんですけれども、どうしても傷がつきやすい部分になります。磨き傷など細かい傷が入りやすい場所になりますので、こういったプロテクションフィルムで保護しておくと安心です。さらには今現在もうすでに細かく入ってしまっているという場合にもですね、その傷そのままでこちらのプロテクションフィルム施工しますと、その傷がほとんど目立たなくなります。これはクリア塗装したような状態になりますので、そういった傷がついてしまっているような方でもこちらの商品はおすすめになります。はい、続いてはですね、このリアハッチ部分のプロテクションフィルムになります。このように開けた時にですね、このエッジ部分、ここを不意にこちらの後ろの障害物などにぶつけてしまった時などに、このエッジ部分を守るように作ったものがこのリアハッチのプロテクションフィルムになります。こちらが実際の商品、非常に長い商品になりますが、はい、このようにですね、この形状、ここで上がパネルに分かれているんですけども、このラインで張り込みができるように作ってあります。末端はですね、このように形状を合わせてこの R に沿って張り込みできるようにしてあります。そしてここでポコンとこのように出てるんですけれども、このようになっています。この部分ですね、ここがこのハッチの裏側に折り返す部分になります。ですのでこういった形で折り返して、このエッジ部分を守ってくれるように作ってあります。さらにはですね、ここに AWD 入っているんですが、このロゴエンブレムもきちんと抜けるように作っていますので、このまま張り込みすることが可能です。はい、それからですね、リアバンパープロテクションフィルム、こちらも透明プロテクションフィルムタイプであります。こちらは2つのアイテムになっています。まず1つがバージョン1ということで、この部分ですね、この部分をこう折り返すようになりますが、荷物の出し入れなどによってここにぶつけてしまったり擦ってしまったり、そういったものからこのバンパーを保護してくれるプロテクションフィルムになります。ですのでこちらがバージョン1、そしてバージョン2は今のバージョン1とさらにここにもう一枚追加、このような形で追加になります。はい、それからドアステップ傷防止プロテクションフィルムがこちらになります。前回の動画で車内のカーボンシートを紹介した時に今こちら貼ってあるんですけれども、この部分ですね、カーボンシートを施工した全くこれと同じサイズのプロテクションフィルムバージョンになります。こちらはこういうブラックカーボンシートですとか、その他のシートバリエーションが選べるんですけれども、柄の入ったタイプになります。こちらはこういった、なんか貼ってある感が嫌だなという方にはおすすめになります。はい、それからこちら、センターピラープロテクションフィルム。このようにこの部分にプロテクションフィルムを施工するようになりますが、この部分を、例えばハンドバッグを持って出入りしたりなど、もしくは、鍵を手に持ってここに手をついてしまったりなど、不意な傷つきをこちらで防止することができます。はい、同じくこちらリア側になります。リアクォーター傷防止プロテクションフィルムがこちらになります。はい、このようにですね、広範囲に
この部分を保護してくれます。後ろもですね、出入りの際にどうしてもこの部分は傷がつきやすい場所にもなりますので、こちらで保護しておけば安心です。はい、それでは実際のこのプロテクションフィルムの施工の仕方を今回ですね、このリアバンパープロテクションフィルムを使って紹介したいと思います。基本的にこのプロテクションフィルムの貼り方はですね、これから施工するこのやり方で施工します。今回はリアバンパーですが、ピラーですとかクォーター、その他ヘッドライト、そういったところも基本的にはこのやり方で施工していきます。事前に準備していただきたいのが、まず当然施工面は洗車などをしてきれいな状態にします。そして脱脂です。こういったブレーキパーツクリーナーですとかシリコンオフ、そういったものを使ってきれいに脱脂をします。その脱脂をするための脱脂剤を準備してください。はい、続いてこちらスプレー容器になるんですけれども、この中身はですね、食器洗剤、いわゆる中性洗剤を水で希釈したものを使用しています。濃度については100分の1程度という基準があるんですが、後ほどですね、実際に施工するときに詳しく解説をします。それから最後にフィルムを施工するためにこういったゴム製のスキージー、こちらをご準備ください。それでは実際に施工していきます。まずはこちらはもう事前にきれいにしてありますので脱脂をしていきます。はい、きれいに脱脂が済みましたらば、いよいよこの洗剤水を吹きつけていくんですが、先ほど濃度の話をしたんですけれども、実際にだいたい100分の1程度で作成していただきましたらば、この施工箇所に吹きつけてみてください。はい、今吹きつけたんですけれども、水が弾かず水の膜ができているような状態になります。対してこちら希釈していないただの水が入ったボトルなんですが、これをつけると、はい、このように水が弾きます。はい、こちらが洗剤が全く希釈されていないただの水の状態。この弾いた状態ですとプロテクションフィルムは貼りにくくなります。対して、はい、こちら側が適切な状態になります。このようにですね、じとっと水の膜になっている状態に濃度を調整してください。はい、それでは貼り込みしていきます。今回はバージョン2、この2分割のタイプを施工しますので、まずはこの上側の細い幅のもの、こちらを施工していきます。粘着面にもスプレーしたらシートを置いていきます。はい、左右の位置はこの内部のこのパネルのこの切れ目、ちょうどこの切れ目にラインを合わせてください。あとはこのラウンドの形状がカット済みで合いますので、このラインを合わせてスキージーで水抜きをしていきます。はい、では続いてこのままこの下側を張り込みしていきます。はい、先に貼った上に合わせて同じ位置に位置出しをします。そしてこの部分は重ねずに突き合わせるイメージでシートを置いてください。はい、位置が決まりましたらば水抜きをしていきます。あとは水分をよく拭き取って、はい、これで完了になります。はい、こちらが施工後の状態になりますが、このように張り込みしたところは深いツヤが生まれます。そしてこの部分が境目になるんですが、はい、このようにですね、もうわからないくらいになります。はい、この部分がこちら側がプロテクションフィルム、こちら側が施工していない状態ですね。はい、このようにですね、境目も分かりにくくなります。はい、今回の動画、レクサス NX350 専用の車種別カット済みプロテクションフィルム、いかがだったでしょうか。なかなかですね、特殊なフィルムになりますので、施工の際ご心配な方も多いかと思うんですが、特に特殊な技術等は必要ありません。この貼り込み方に関して動画の中でも説明させていただきましたが、
当店のサブチャンネルの方にはこのプロテクションフィルムの貼り方の施工動画も公開しております。今回の商品が気になった方はですね、その動画を参考にしていただいてご購入いただければなと思います。そして実際にご購入いただいてからの施工にもですね、参考になる動画になっておりますので、気になった方はぜひご覧ください。はい、今回紹介しましたこれらの商品は当店のホームページオンラインストアの方から購入が可能になっております。購入先の URL はこの動画の説明文概要欄のところに記載してありますので、ぜひチェックしてください。基本的には通信販売で購入して DIY でできるお手軽な商品になっていますが、それでも張り込みに自信がないな、そういった方はですね、もちろん当店での施工も承れます。その場合は購入画面で配送の選択というところで店舗取り付け商品を選択してください。こちらから工賃を含めた合計金額と施工の日程の打ち合わせのメールをさせていただきます。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。施工をお待ちいただいている間はですね、無料の台車もございます。そちらを利用していただいて、周りはですね、観光地がたくさんあるところになりますので、ぜひご来店いただければと思います。はい、今後もですね、こういった車種問わずオリジナル商品新商品開発しましたらば、このアクアチャンネルで随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしかったら高評価もお願いします。